バイオリニストの三浦文明です。今回はクラシック音楽のもうあのバイオリン音楽ですね、バイオリンのための音楽のすごく名曲を揃えておりまして、初めてクラシック音楽を聴かれるという方にもすごい楽しんでいただけるプログラムじゃないかなと思います。大河ドラマで演奏させていた真田丸のメインテーマっていうそれはオーケストラとの、曲なんですが、今回はピアノとの演奏になっておりまして、またちょっとオーケストラとの、演奏とは違ったものになると思うんですけど、その他にもサン・サンス作曲のロンド・カプリチョーソっていう序奏とロンド・カプリチョーソっていう曲があるんですが、それもすごくこうバイオリンの、魅力がこうすごくギュッと詰まった音楽なので、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。真田丸だけじゃないんだなみたいなって思ってもらえばいい実は黒柳さんは僕小さい頃に僕の父が東京フィルのコンサートマスターをやっているんですが、その東京フィルでの、ハートフルコンサートというので、司会をなさっているので、一番最初に一番その近くで見たというのはその時なんですが、その後にもですね、テレビではもちろんもう何度も拝見させていただいているんですが、自分も演奏させていただいたコンサートなどでちょっとすれ違いが起きたりしていたので、実はお会いするのは初めてなので、すごくそのトークもすごい楽しみにしています。なんでそんなに元気なんですかって聞いてみたいですね演奏会でお話しされている時のテンションとか、あとはその頭の回転の速さとか、すごいいろんな情報を知っていらっしゃることとかがすごいなっていつも思ってます。はい、会場でお会いしましょう。